皆さんこんにちは、ハイユーチューバーの大川圭吾です。今回は僕の26年の半生の前回の続きをお話しさせていただきます。前回は生まれてから中学校1年生の終わりでアイドルを始めて、アイドルを始めてから3ヶ月ぐらい経った時に私の父親が事故で亡くなるというところまでお話しさせていただきました。父親が事故で亡くなった話はとてもすごく長くなってしまうので、また別の機会にお話しさせていただけたらなと思います。中学校2年生の時に父親を事故で亡くしたショックとは反比例して、まさに右肩上がりのアイドル人生を歩んでいきます。コンサートや舞台、ドラマ、CM、雑誌、そして歌番組でマイクを持たせていただいたりと、かなり多忙な日々を過ごさせていただいておりました。そしてそんな中、中学校3年生の夏終わりぐらいの時に中学校内で人生初のいじめに遭います。この話も結構長くなってしまうので、また別の機会にお話しさせていただけたらなと思います。そんな中、高校の受験シーズンに入るんですけれども、なかなかいろんなお仕事をさせていただいて忙しい日々を送っていたので、この感じの出席数だと公立の高校は難しいということになりまして、私立の高校に行きたいと母親に話すんですけれども、何の部活をやるわけでもなく、ただ高校に行くだけで私立は行かせないって母親に言われまして、ここでまさかの中卒の危機に陥るんですけれども、中学校の頃はまあまあな学業成績だったので、私立の高校の特待生を取ることができ、無事に高校に進学することができます。高校の偏差値が、とても低く、なおかつ校則も緩かったので、8割ぐらいの生徒が髪の毛を染めていて、まあ、ジャンルで言うとギャル、ギャル王、ヤンキー、オタクといった感じで、僕みたいなタイプがすごい少ない高校で、まあ、そこに、まあ、馴染もうとも思ってないですけど、まあ、感化されたっていうか、それが当たり前の普通と違う高校だったので、アイドルの中ではまだ全然上の立場が何でもない状態だったんですけれども、髪の毛を染めてピアスを開けたりした結果、見事に干されます。そしてそのあたりで毎日すごい満員電車の中通学してたんですけれども、電車内で人生初の痴漢に遭います。この話はちょっと取っておきたいので、また別の機会でこれもまた話していきたいと思います。アイドルも干され、このままじゃダメだと思い、その当時所属していた事務所の代名詞がバク転だったので、僕自身全然アクロバットに一切興味なかったんですけれども、いやこれはさすがにこっからまた復活というか成り上がるためにも絶対できなきゃいけないなと思い、そういうバク転のレッスンは一切なかったので、体操教室みたいな感じでこうマットとかトランポリンとかが置いてある体育館に練習に行って、バク転を高校2年生の頃に習得します。結果バク転とかも習得したんですけれども、まあ、中学校ほどの仕事量には恵まれず、公立の高校でも卒業できるぐらいの仕事量だったんですけれども、ろくに勉強もしてなかったので、大学行けるのかというところになります。模試の判定が全然高望みしてない大学だったんですけれども、 E 判定とか F ってあったかな、多分 F 判定とかで、このままだったら大学行けないぞってなったんですけど、高校3年生の夏に僕の母親と甲子園を見に行きます。カキーン。そして甲子園を見た後に大阪で観光していた時に、大阪のホストクラブにスカウトを受けます。なので大学受かんなかったら大阪でホストやろうかなとか冗談半分で思ってたんですけれども、見事栄養入試で大学に合格いたしまして、大学に進学いたします。ここからまた次回お話しさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回も楽しみにしていてください。それではバイバーイ。